これはデモ音声です。写真拡大、毎日王冠 G2 10日、東京、俺の存在を忘れるな。全8勝を東京コースで挙げている古豪大和キャグニーが、2020年6月のエプソムシー以来となる2つ目の重賞ゲットへ意気込んでいる。株式会社 AI によるデモ音声です。20年の当レースでも、4番人気で2着に入っており、陣営は今年も虎視眈々と上位進出を目論んでいる。株式会社 AI によるデモ音声です。まだまだ力の衰えを全く感じさせない。これはデモ音声です。大和キャグニーはミホダブルで9月23日に 6F81秒7、同29日には 6F83秒8 をマークして合わせ馬を消化。これはデモ音声です。6日の最終追い切りはミホダブルで単走だったが、6F83秒2、37秒3、12秒0でスムーズに駆け抜けた。これはデモ音声です。菊沢氏は、夏は、放牧に出してリフレッシュを図りました。これはデモ音声です。いい感じで秋初戦を迎えることができそうですね、と、順調な調整ぶりに納得の表情。これはデモ音声です。4ヶ月ぶりの実戦だが、好仕上がりを強調した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。東京コースとの相性の良さは現役屈指と言っていいだろう。株式会社 AI が提供するデモ音声です。トレーナーは、左回りの方がスムーズですし、広々としたコースなので走りやすそうです。これはデモ音声です。状態がいい時に使っていることもありますが、今年も当然のことながら大きな期待を持っていますと力を込める。これはデモ音声です。さらに今回は全8勝のうち最多の5勝をマークする先発に距離が伸びる。これはデモ音声です。指揮官もマイル戦だと忙しい競馬になってしまうけど、1800メートルなら大丈夫でしょう。株式会社 AI が提供するデモ音声です。うまく立ち回ってくれれば好レースになると思っていますと前向きだ。株式会社 AI によるデモ音声です。前走の安田記念ではチークピーシーズを着用したが、今回は3戦ぶりにブリンカーを再装着する。株式会社 AI によるデモ音声です。花にはこだわっていませんし、20年のエプソムシーを勝った時も2番手からの競馬でしたからね、と、菊沢氏も効果に期待する。株式会社 AI が提供するデモ音声です。当レースは17年4着、18年7着、20年2着に続き4度目の挑戦。株式会社 AI によるデモ音声です。持ち前の2枚腰を発揮し、波乱を巻き。